まで来ております。昨日第15日目ですね、15日目はですね、京都から出発しましてこの大阪に、15時頃到着、そして動画一旦中断しました。それから24時間後にですね、その動画の後半としてまた引き続き続行する予定でしたが、ちょっと過ぎちゃいまして今16時です。25時間後の再開になりましたが、まあ、1時間であればすいません、多めに見てもらえたらと思います。本当であればね、昨日普通に1日の分を1本の動画として投稿して、また次も翌日も普通に投稿を続けていきたかったんですが、もっと先に決まっていた予定のためにですね、ちょっと熊本へ行かなければいけなかったので、昨日16時に、大阪を立ちまして、熊本までですね、夜行の列車、座席のやつで行ったんですよ。もうきついですよ、座席ですからね、あんまり眠れません。で、熊本に今日の11時半ぐらいに着いて、すぐ新幹線で、もう30分もしない新幹線で、トンボ帰りしてきまして、それで今大阪に着いて旅を続けるところです。正直めちゃくちゃきついんですが、旅を中断させるというのはですね、ちょうどどうもやぼったいことであるように思います。まあ、日本一周旅行と言いながら途中で自分の用事があるのでちょっと抜けてきますわっていうのはね、視聴者の皆さんも納得しがたいという方が多いのは私は重々承知しています。もちろん事前の YouTube ライブなどで視聴者の皆さんと綿密にご相談して、多くの方がそれは気にしないよ、スーツさんの都合なら大丈夫というふうにおっしゃっていただいたことなので、それはねもちろん分かってるんですけれども、ただやっぱり途中でそんなこと中断するなんて日本一周旅行って言わねえだろうって思う方も、中にはいるはずです。まあ、結構多くの人がね、日本一周旅行に現実的には家に一回帰ったりとか、ちょっとここで中断ということをやっている人がですね、実は実際の日本一周旅行でも多いんですけれども、本とか読んでるとね、わかりますけど、まあ、ともかくそういった方々にですね、なるべく不快感を持っていただきたくないというのは、そうなると再生数が落ちて私の生活がまた立ち行かなくなりますので、どうか再生をしていただくために、本日もですね、ちょっともう本当に寝てなくて体もきついんですけども、引き続き大阪の動画を出し続けたいと思います。私から皆さんに申し上げられることはただ一つだけです。どうか動画のご視聴よろしくお願いいたします。ここにある大阪駅はもともと東京とかね、そういう遠方から来た人たちが大阪の玄関として使うことを意図して代表地名大阪と名付けていますが、この地区の名前は梅田です。このような人が多いにもかかわらず、なんかちょっとビルがね、高さが落ち着いてるような気がしますね。それはあそこ、まあ、ちょうど飛行機が降りてきましたが、飛行機のですね、離着陸、伊丹空港があることによって高さに制限が設けられていますので、こちら梅田駅の北側、失礼、大阪駅の北側には高い建物を建てることができないのです。本日の行程ですが、大阪市内をぐるぐるということで今日は終わりです。明日はですね、また遠くへ出かけると思いますが、今日はもう交通費の使用を抑えておきます。まあ、京都大阪であればね、前回と今回と予算は一体なわけですけども、青春18切符などを使わずに落ち着いた移動しても十分楽しむことができます。そんなに私も詳しくはないんですが、今から梅田で私がよく行く場所のご紹介をします。新梅田食堂街です。この下にですね、食堂が大量に入っています。前回の動画のラストシーンでうどんを安く食べていましたが、それを食べていたのがここです。もともと日本には多くの鉄道員がいたんですが、それが戦争でどんどん出征したりするので、さらに人が多く集まって、その結果戦争が終わって引き上げてきて逆に余ってしまい、クビになる人が多く出たのです。その膨れ上がった人員をじゃあどこかに再就職させなければならないということで、国鉄が東海道線のガードの下に食堂街をオープンさせ、ここでじゃあどうぞ働いてくださいという配慮をしたのでした。現在でも梅田の名所として賑わっています。これがその東海道線のガード下、よく見ると2階建てです。前は電車が走っている後付けのガードなのに2階建てでやれちゃうっていうのはすごいことだと思いますが、私は2階に上がったことはないんですけど、あでも確かにそこのカフェなんとかとかね、ミオールって書いてあるなんか2階に上がる階段があるから、ちゃんと店は入ってるんですね。天井は低いですよ。視力検査もあるな。ワイングラスに見えてしまった方はすぐにワインを処方してくださいと書いてあります。喫煙 OK。 いつもあの中にある塩屋といううどん屋に行くんですが、大阪の YouTuber の小野田さんとかね、視聴者の皆さんにいつもスーツ君はうどん食べてるねとそんなことばっかり言われてますんで、今日はうどんにするまいと思って新しく開拓、行ったことのなかった串カツ屋さん松葉と書いてあるところに行きました。4本串カツを頼んでウーロン茶1本で640円の予定でした。ウーロン茶がね200円でしたね。それから瓶ビールの小瓶で350円だったかな。多分かなり安いんじゃないかと思います。小瓶というかそういいのかな、安い方だと思うんですけどね。
ただ、おすすめをされて、また、お隣のお客さんともですね話をして、これ美味しかったですよと言われて、タコ、紅生姜っていうのかな、そういうのがありまして、それ160円、それも誘われるがまま食べて、実際に美味しかったんですが、頼んだので800円になりました。でも串カツ5本と、それから、ウーロン茶1杯で800円だったら安いですよね。大阪で串カツを食べるというのは食文化の体験としてなかなか面白い観光のやり方だと思います。店によってやり方が違いますし、まあ、そもそもですね一般的な食べ方も串カツを大阪で食べたことがないとかなり戸惑うので、わからない方は一回お店の人に聞いた方がいいですけど、今回私もお店の方に聞いたんですが、まずね、キャベツは取り放題でした、あの店はね。でそこにあるのはただ勝手に食べればいいだけだから、野菜不足しがちな私はもうとにかくバクバク食べまくりましたが、それから奥に並んでいる串カツについては適当に取って勝手に食べていいそうです。後で串を見ればね、どれを食べたか分かるようになっているそうでして、それを好きに取ってもいいし、頼めば温めて持ってきてくれます。私は最初は温めたのを持ってきてもらいました。でそれで手元に並んだやつをそれからソースにつけてですね、ソースというのはもうみんなで共用のもので、ソースの海になっておりますので、それを、ざぶりとつけてから食べるわけです。でそうすると一回かじった後にやっぱり味が足りなかったということがあるかもしれません。でもう一回つけるということをしますと大凶ソースに混ぜることになって大変なことになります。串カツでは二度漬け禁止、これが合言葉でして、もし味が足りなくなった場合はもう二度とつけることはできません。じゃあどうするのかというと、脇にあるキャベツが大体湾曲した形になってますので、それをスプーンのようにしてソースに沈め、そこに溜まったソース、それを串カツの上にもう一度かけて味を追加するというのが大阪の人のやり方なんだそうです。この梅田の交差点ですけれど、いつもね赤信号ちゃんと歩行者が守らないというイメージがありますが、やっぱり今回ずっと見ていたけれど、どうもそうみたい。 JR の下にある名物梅田食堂街、こちらには JR 線と競合する阪神電車の梅田駅があります。この地下にもまた大阪の主要な名物があり、各鉄道会社とも彩りがあります。牛乳とかね、桃とか、リンゴ、バナナ、みかん、そういったものを混ぜ込んだミックスジュースっていうのはね、ありますね、白っぽいやつ。コンビニでもミックチュージューチューとか言ってたまに売り出してることありますけども、ああいうのはね、大阪発祥らしいんですが、もともと心斎橋じゃなくてどうだ、新今宮とかね、その辺で戦後すぐぐらいに売り出したようですけれど、まあ、それで大阪ではかなり普及しているそうです。で阪神梅田駅の下にあるジューススタンドは行列に対応するためにあんな風に、列を作ってる。まずちょっとね人がいっぱいいたんであまり映らないように写真でパッと撮ったんですが、こんなラインで持ってですね案内したりとか、それから、上でも大阪名物まずはこれ飲んでみてくださいみたいな看板なども上げてまして、それから場所が最近変わったらしいんですね。こここのように変わりましたよと、看板を持ってる人がいて、それも写真撮らせてもらったんですが、そんな風なことをやっておりました。このレモンジュースですけどね、さっきはもっと上の方、すり切りのギリギリのところまであったんですよ。でもちょっと揺らせばこぼれてしまう、その注ぎ方もまたこのジューススタンドの伝統なんだそうです。なんか見るとね、こう粒々が浮かんでるんですが、まあほとんど見てもこの映像からではお分かりいただけないでしょうかね。まあともかく思ったほど酸っぱくはなく、すっきり飲みやすい味でした。メトロ御堂筋線は大阪市内重要な場所を縦に貫く御堂筋の真下を通っていて、もう混雑は大変なことになっています。梅田、そしてこの心斎橋、難波、それから新大阪にも渡ります。この心斎橋駅は大阪一番の繁華街心斎橋筋の下にある駅です。長い蛍光灯をぐるぐる巻いてシャンデリアみたいにしたこの天井、ドーム天井が有名な心斎橋駅。御堂筋線ホームの上の天井の部分は今改良工事中ということですが、大阪メトロ御堂筋線各駅ともにおしゃれという印象が大変強いです。まあそれに限らず大阪の歴史ある地下街、駅、建造物などどれもおしゃれでね、東京もまあ綺麗なところいっぱいあるんですけれども、大阪の方がね、私もおしゃれなんてことはよくわからないながらに品があっていいな、ちょっと憧れのような気持ちも持っています。ここは後になって作った場所だと思うんですが、今画面に映っているところもやはりそのおしゃれな大阪市営地下鉄、その趣向をちゃんと受け継いでいこうという意思がどうも汲み取られます。当然ですが御堂筋線の終電の運行が終わりますと地下鉄への門扉は閉じられることになります。ただ終電の後に臨時電車が運行されたという例が過去にあります。大阪大空襲が起きたのは昭和、いっぱいね大阪大空襲あるんで、ちょっといつの大阪大空襲の時なのか私は知らないんですが、とにかく何度かあったうちの大阪大空襲の1回ですね、深夜もう人々が寝静まっている午前2時3時4時、それぐらいの時間、当然地下鉄は運行していません。
そんな時に、ちょうど大阪一番の繁華街、この辺りに爆弾が降りかかり、この辺り火の手が当たりました、もう火の海大変だ、逃げる場所がないという時に、ちょうど地下鉄の門が開き、そして早くこっちへ隠れなさい、入ってきて、さあ列車が来るから梅田の方は燃えていないので大丈夫、そのように案内をされて、みんな地下鉄に乗せられて無事に北側の梅田へ避難することができたという噂話があります。なんでそんな非合理なことをするのかよくわからないんですが、空襲警報などが発令されると安全であるはずの地下鉄は立ち入り禁止になるそうでして、みんな外へ締め出され爆弾が空から降ってくるということになります。そういった状態において勝手に地下鉄を鉄道員たちが運行してお客さんを乗せる、しかも列車の営業時間ではない時間に勝手に走らせるというのは、まあ、これはやっぱり大目玉になることだと思いますので、記録も何も残っていないし正確な証言が出ていないそうですが、鉄道側からのそういった記録は一切残っていませんけれど、しかし乗客側といいますか、その時に地下鉄で避難をすることができた、それで助かったという証言は本当に数多くあるのだそうで、この心斎橋駅、それから一つお隣の乗り換え、中央線との乗り換え駅かな、本町駅などでそういう取り計らいをしてくれた駅員さんがいたようです。昔はここに心斎橋というのがあったそうですけど、お堀を埋めてしまって長堀っていうのを埋めてしまったので、もうあとは、橋は残っていない。これがその再現なのかな、多分そうでしょうか。信号が点滅しているんで止まるのもいいでしょう。目の前にあるこれが心斎橋筋商店街です。いろんな有名ブランドが軒を連ねていますが、なんか超一流ブランドって感じじゃないな。ユニクロと H&M が双璧をなしてますけど、もっと高級な服屋さんっていっぱいあるでしょ。まあいいんです、有名ブランドには違いありません。ここにお店を出すのが憧れ、大阪ではそういう人も多いようです。まあ多分銀座に並ぶ西の名店街ってところでしょうか。うん、立派な眺め。実際にはこの商店街だけではなくて、この辺り一帯をすべて心斎橋と呼ぶような方が多いようです。心斎橋筋から一つ戻って御堂筋に来ました。奥に見えるのが大丸本店です。東京駅にも入っている大丸ですが、本店は大阪。この大丸本店は立派なことに大正時代からここに建っているそうです。中はね、こういうあの量販店って言っていいのかな分かりませんけど、こういうお店ではね、あのカメラ回すということは基本的にご法度ですので、撮影することができないのが残念です。でも外からでもその威厳はよく分かります。なんか昔のことを扱うあの連続テレビ小説とかね、多分そういうやつに、まあ、大体心斎橋のデパートって登場するのは、まあ、ここしかないですよね。昔はこちらに総合があったそうですが、今は大丸北館となっているそうです。三越の越後屋マークみたいな感じ、こっちは大阪屋だったと思いますけど、大丸呉服店の丸大、まあ、つまり大丸ですよね。なるほどね。あの確か越後屋呉服店と同じような感じで大阪屋呉服店だったんじゃないかなと思うんですが、まあ、ともかくこれが大丸の由来なんでしょうかね。大と書いて丸してありますよ。手前の木も大変美しいので、青葉の時期にまた訪れたいと思います。すごいな、こんなに車線があって全部一方通行なんだ。何車線あるんでしょう。またしばらく御堂筋を南下して今道頓堀に来ました。観光客もずらり手振ってるな。この辺りはもともとなんとか道頓という名前の人が作らせたお堀だということでその名前がついているそうですが、有名ですよね、このグリコとかね、美味しくて強くなる。確かにここにこの看板があって大阪の光景の象徴として使われている、その宣伝効果はかなり大きいでしょうね。広告料は一体どれぐらいなんでしょうか分かりませんが、ともかく皆さんもまあご存知だと思いますけれど、まあ大阪といえばこの景色がよく思い浮かべられるわけです。東京だったら今は渋谷のスクランブル交差点ですかね、この間行ったニューヨークだったらタイムズスクエアだと思います。まあ、大阪だったら道頓堀の景色が一番それらしいのかな。あのスーパー玉出って読むんですかね、これ私ねこのスーパー行ったことないんですけど、あの頭おかしい商品をなんか売ってることで有名なスーパーもウェルカムって書いてあるからここにあるんだな。この辺りから地名はナンバーに変わります。ナンバーは大変有名で皆さんに説明の必要もないと思いますが、大阪の繁華街の中で最も大きいのがナンバーという認識ですが、大阪の方はそれで正しいでしょうかね。ぜひ教えてください。まだ私も初心者なもんですから。
私は難波で食事をしたことは1回しかありませんけれど、ここは食い倒れのエリアとして知られており、多分倒れるまでひたすら食べ続けるって、それが食い倒れという言葉の意味なんですよね。これでね、意外とそんな値段は高くなくて、まあそれチェーン店とかが多いからっていうのもあるんですけど、観光地価格という雰囲気ではありません。まあそれがここに人を集める魅力の一つなのかもしれません。さて、では難波に来たところでまた地下鉄に乗って、次は中之島に行こうかな。幸いなことに今日は土曜日で、エンジョイエコカードという割安な1日乗車券を使うことができています。難波駅では水槽を設置してお魚を飼っていたんですけど、大阪市地下鉄が民営化するときに撤去してしまったそうです。淀屋橋もおしゃれだ、素晴らしい。人がほとんどいないので真ん中に突っ立って撮らせてもらっております。後ろいないよな、すごいチラチラ見ながらの撮影になっています。すごい荘厳なんですけど、でも蛍光灯を縦にバーッと並べている、意外と家庭的なやり方というのがまたいい。この動画の前半、三条から京阪電車に乗りましたが、その最終的な行き先地が淀屋橋。淀屋橋から橋を渡るとすぐ大阪の中心地中之島があります。大阪が商業の町、日本の第二の町として栄えるようになったのはこの中之島が、まあ、中心となっていることです。上がってきました御堂筋、こちら側が梅田、今渡る橋が淀屋橋、左側にあるこれは日本銀行大阪支店で、右側は大阪市役所です。御堂筋の道路事情については私は知らなかったんですが、こんなに車線がずらっと1本並んで、全部一方通行なんですね。それは知りませんでした。1,2,3,4,5,6,7車線ほどありますかね。すごいな、そうじゃなきゃ大阪回るわけないですよね。中之島がこのように栄えているのは川の中洲で交通の便がいいからです。現在はこの川の下を邪魔そうに地下鉄が通っているわけですが、昔は長距離輸送といえばもちろん船、そうするともうすぐ大阪湾にも出られるし、川の中洲にあって船がいっぱい泊まれるし、多分それで便が良かったんでしょうね。島の中に大名の蔵屋敷が数多く置かれました。皆さんもご存知であるはずです。蔵屋敷は大名があの地方から持ってきた年貢とかね、そういったものをこう持ち込んできて、それで販売などをするところ、各藩の蔵屋敷がここにずらっと昔は並んでいたんだそうです。私も漫画などで読んだことがあります。江戸時代も中頃になりますと、実際には侍よりも商人の方が力が強いというのがもう普通になりました。あの身分ではね、士の交渉というか商人一番下なんですが、あのお金持ってる人がやっぱりなんだかんだ強いわけです。年貢が足りないから氷菓子、まあ、住友家とかそういうところに行って、すいませんちょっと貸してくれますか、頼みに行きます、この相談いよいよ、じゃ あ, あの来年とか再来年になってから、返してくださいね、お侍様というふうに言われるわけ で、それで、とりあえず大名各藩はあの年貢の足りない分を借りていくわけですけど、それでもです、ね、基本的にもそれはもう慢性的にずっと長期間あの足りない状態が変わらないわけですよ。だからまた、うわ返せない、しょうがないから将来の分を無理やり頑張って返すか、もしくはまた借りていって借金がどんどん膨らむ。利息で商人たちは儲かるからいいんですが、あの各藩大名ともですね、これで困窮していきまして、ある時は大飢饉が起きて、もうこれ以上では、貸すこともできないから困った、じゃ あ, あの一斉にもう無理やり、領民の、食べるお米のことなんか知るか、全部、借りている大阪の商人に、大名がお米を送ってしまう。各藩はもう、農民たち食べるお米もない、みんな餓死して亡くなっていく。そして、さらに農民たちが死んだことによって藩の財政はすごく厳しくなるというようなこともあったそうです。おお、なんかすごい光景だ。大阪の本当の都会部分に人が全然いないってのはいいですね。あの道頓堀とか梅田とかあの辺のにぎわいようとは打って変わって、今日は土曜で、さっきからこの淀屋橋周辺をぶらついているのは探しているものがあるからなんですが、なかなか見つからないな。やっぱ商売の街としての性格が強いからなのかわからないんですが、大阪には青い郵便ポストっていうのがいっぱいあるんです。私もちっちゃい時丸の内にあるのを見たことがあるんですが、今もうなくなっちゃったんじゃないかな。で、速達専用のポストあったあった、ここならね絶対あると思ったんですよ、青い郵便ポスト。こんな道の上にこっち向いて立ってますんで、撮影もちょっとしづらいんですけども、車に気をつけながら。これがその青い郵便、速達郵便。もともとなんか紺色のね、航空郵便用のポストがあったらしくて、その後を引き継いで全国に最大で4000本ほどの、速達専用のポストが作られたらしいんですが、
現在ではもうその数をどんどん減らし、確か40だか30だかしかなくて、そのうちの、6、7割ぐらいが大阪市内にあるんだったかな。大阪に青いポストが多い理由についてはよく分かっていないそうですけれど、まあもしかしたら何か大阪特有の事情がどこかには関係しているのかもしれないし、この辺りでも古い建物を多く残しています。あそこにも、なんとかキリスト教なんとかみたいなのがあったしね、奥の方にも古い建物ありますよ。結構この辺りは多いんですが、そういう古いものを大事に残していこうみたいな、傾向が多分大阪はどっちかというと強いと思うので、それでこれが保存されているのかもしれません。この青いポストなんですが、これね、お隣の普通のポストもありまして、でこっちに右側には大型郵便、速達郵便、電子郵便、国際郵便を入れてくださいって書いてあるんですよ。だからこの右側の部分があれば、この新型ポストなんで、これがあればね、これいらないはずなんですよね。なのに置いてあるんです。結構ね、大阪の人に聞くと、あれ珍しいもんなんだみたいな話をされることもあるんですが、もはやこのように2つ口ができているポストが普及してきますと、このポストはまあいらないわけで、それが意図的に残されているのはなんだかありがたいことのように思います。懐かしいですね。本当ちっちゃい時に、へえ、こんな青いポストがあるんだと思いながら見た記憶があります。まあ、どっちかって言ったら左の方に入れたいですよね。ちなみにこんな街中に変電所がありますけどね、北浜変電所ってのありますが、その隣にトヨタレンタリース、淀屋橋北浜店という店もありますんで、まあ、それを目印においでになる方は参考にしてください。私はビジネス街といえばこれまで丸の内という認識しかなく、中之島淀屋橋周辺を歩いたのも今回が初めてだったんですけど、やっぱなんか大阪の方がね、あの格とか言うもんじゃないのかもしれませんが、でもやっぱり先輩ですし、見応えも十分あるなと思います。まあ、丸の内もいいところですから、あのぜひうちの近くにありますんでね、あの行ったことがないという方は観光してもらうといいかなと思うんですけど、ここもとてもおすすめです。大阪が今日のように発展しているのは、江戸時代天下の台所としての地位を確立し続けたからです。まあ、だから最近の道頓堀とかね、あの難波とかあの辺に行って、あの楽しく串カツとか食べるのももちろんいいんですけど、まあ、ここになんか大阪の本気みたいなものが集約されているのかなという気はします。でもね、今日の大阪は何もお金使うようなことはしませんで、ただ街見て歩いただけでしたけど、面白かったですよ。あの昨日吉田寮に泊まって、夜遅くにね吉田寮行って泊まって、朝は、普通に京都ブラブラ歩いた後、夜行列車ずっと椅子に座って、熊本まで行って帰ってきて、そのまま旅行続けて、もう過酷で正直めちゃくちゃ疲れてて、ね、さっきは疲労困憊だったんですが、あのだんだんとむしろ大阪の街中を歩いて元気になってきました。地下鉄の梅田駅使ったんですけど、こんなに綺麗だったとはね。今ちょうど反面また工事しているようですが、この地下鉄御堂筋線は新大阪と大阪の御堂筋各所を結んでいる重要路線でありまして、しかし新大阪まで行かない中津止まりの列車というものがあります。それがやってくるとみんなブチ切れることで有名です。今日は港区にお住まいの中村さんのご自宅に泊めていただくことになっているんですが、中村さんに夕飯一緒に食べると聞かれて、私はぜひ食べたかったので、そう返事しました。場所をいろいろと考えていただきまして、梅田のヨドバシカメラに、なんか美味しい肉を食べられるところがあるから、そこはどうですか、ぜひそこにしましょう、そういうことでですね、やってきたんですが、ちょうどサンダーバードが抜け切ったところで、こっちにカメラ変えよう、これですね、この一番上の方に多分なんかあるんでしょう。夕飯代がかかりますが、その代わりあの何といっても宿泊費をタダにしていただけますので、あの全然問題はありません。食事の感想について後で喋りますけど、梅田駅めちゃくちゃ涼しいですね。こんな涼しい地下鉄の駅初めて。全部この穴から強風が吹きすさんでいますよ。
橋の上のところね、美味しく高級感のある食事を味わいました。あれで、大体1000円です。いや、良かったですね。いいところを紹介していただいて、ありがとうございます。なんかあの人面白かったですね。なんだあれです、なんか僕が焼いてた人、そう、焼いてた人のなんか脇に、なんか中国人の人がなんか残してて、観光客の人の、そう、いや、僕が忘れてったやつをこうちょっと視聴者に欲しいなって言ってたら、お姉さんに見つかって笑われたっていう、そう、やつです。そう、食べ残しをですね、食べたいなみたいなこと言ってたら、店の人に見つかっちゃいましたが、まあそれはそれということですけど、まあ今日はこういうことで、お世話になります。いい、ありがとうございます。じゃあ、毎度ですね、こういうふうにして、都合よく使わせていただいてるんですけども、全然使ってください。はい、というわけで今回も宿泊費をゼロで済ますことで大変助かりました。じゃあ、ここでいいかな。ありがとうございました。